おい待て、弾丸コーナー危険だ、止まれ。男の子からかうのが一番面白いや。どうしよう、どうしよう。血が飲みたい。危険だ、止まれって言ってるだろ。俺は半年間、姫の先輩に鍛えられ世話になった。それをどうぞのチンピラに唇を奪われるくらいなら、ほっぺのキスは俺がもらう。ドキュー、野郎がくっついてくんじゃねえ、気持ち悪い。おうおう、わしも待てろ。姫の先輩、新人たちは使えそうですか？新井くんは実力不足だけど、やる気は十分って感じ。小紅ちゃんは引っ込み思案だけど、かなり動けるかな。アキくんはこの新人4人、生き残れると思う？こいつは強いなと思ったやつも、そうでないやつも、1年あれば死ぬか民間に行きます。答えになってないな。アキくんは死なないでね。姫野、お前の新しいバディだ。ブレーダーが少しは使えるように育てた。うまくやれ。俺はアキ、よろしく。君は使えるの？そう、私のバディ、君で6人目。全員死んでるの。使えない雑魚だから全員死んだ。アキ君は死なないでね。しかしよ、悪魔なんてどこにもいねえじゃねえか。お前が持ってた肉片、本当に信用できんのか？アキ君。私は幽霊の悪魔と契約してるの。私の右目を食べさせた代わりに、ゴーストの右手を使えるってわけ。私のゴースト、透明で力持ちで便利でしょ。どう、アキ君、獣野郎の肉片はある？強い反応はなし。こいつじゃないですね。そっか、じゃあ上の階に行くか。さっきみたいにわしの前で己の力をペラペラ喋ってよいのか？うぬらがおるのはわしを制御するためじゃろ。力を知ってた方が連携取れやすいでしょ。それに切り札は隠してるから。オッケーオッケー。ほんとかの？じゃあわしがこいつを殺すと言ったらどうする？武器を引っ込めな。悪いことしたらいつでも首を絞め殺せるぞ。めんどくさいから仲良くやろうよ。いつかそのうち食ってやる。俺とキスすんだから食うんじゃねえ。お前たちまだ悪魔が潜んでるんだぞ。もう少し静かに。どうした？俺たち今、8階から9階へ行く階段を上りましたよね。ああ。
ここも8階ですよ。見間違いじゃねえな。違う。何かがおかしい。確認してくれ。決めた。ステーキにして食ってやるわ。ステーキ。俺ステーキ食ってみて。あれ。新井くん、今階段降りていったよね。あ？